はい、渡辺よしです。今回はね、主要で IW ベータをプレイしたいと思います。今回チームデスマッチでマップはターミナルになります。ブルーライン、SDF の作戦を進めろ。動くものは撃て。今回渡辺真由でね、ボルク&コンバットリーグはファントムで頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。今回使用した武器はあのこのアサルトライフルのボルク、これあのアサルトライフルの一番最後にアンロックされる武器なんだけどね、これあの当初ね、あの今回のあの第2期のベータではこのボルクを使用してもなぜか NV4 になってるっていうバグが発生してて、でアップデートでこのボルクを使用できるようにはなったんだけど、でも今回使ったんだけどね、その後に見てみるとクラス作成の方から見てみると武器レベルがね全然上がってないんでね、これちょっとバグで武器レベルが上がってない、使えるんだけど武器レベルが上がらないっていうバグが発生してました。もう一種類あのショットガンの一番最後にアンロックされるやつもね、名前がちょっと忘れちゃったんだけど、そのショットガンもこのボルク同様、当初ボルクは使ってないからあれなんだけど、多分違う武器に多分変わっちゃったもんでね、で武器レベルが上がらなかったんだよ、そのショットガンもね使ってみたんだけど、なので今回ちょっとプレイ実況動画ショットガンも取るつもりだったんだけど、ちょっと忘れちゃって、UAV 迷わないんでね、そのショットガン取る前にもう、第2期のベータ終了したんでね、あの製品版の方でちょっと、取っていくんでね、そのショットガンをね。これ、ボルクも結構強いと思うんだけどね、これ武器レベルが上がってないんでね、一度まだ使ってない武器はね、すべて、サイト、このリフレックスだけは解除されてる状態なんで、今回ね、このボルクにはね、サイトのこのリフレックスのみなんで、アタッチメントは一切ついてないんでね。でも結構それでも戦えるんでね。クイックドロー、フォーグリップ、拡張マガジンだったりついてたらもっと戦えたと思うんだけどね。キル数もっと伸びたと思うんだけど。これはね、なんか感想的にリロードスタイルが BO2 のアバカン KN4 AN94 的な感じでね似てるんで、なんかアバカンと似てるんでね、リロードのスタイルがね同じなんでね、 BO2 の AN94 と同じリロードスタイルなんでね、今回ね、コンバットリーグはファントムを使ってみました。ファントムのペイロードのバリスタ EM3 だったかな、スナイパーライフルなんだけど、あれ全然使ってないんでね、ファントムはバリスタ EM3 は通常のスナイパーライフルよりは当てやすくなってるんでね、ちょっと製品版の方で今後ファントム使って、そのバリスタ EM3 のねプレイ実況も上げていくんでね、でこのアサルトレフルのボルクも使用してプレイ実況動画バンバン上げていくんでね、ご期待ください。この機会にねチャンネル登録のもねお待ちしてます。 IW 必ず上げていくんでね、 IW とあと自分のレガシーエディション Amazon さんの方で予約したんで、COD4 モダンウォーフェア HD リマスターのねマルチプレイのプレイ実況動画も上げていくんでね、ご期待ください。
COD4 はあのまだ一度プレイしてないんだけどね、あのソフトは持ってるんだけど、開封&商品紹介は撮ったんだけどね、あのプレイ実況動画は上げてないんでね、マルチのね、アマゾンさんの方で予約したんだけどね、レガシーエディションね、あのレガシーエディション特典はあの購入特典ターミナルでしょ、でゾンビスペースランドパックっていうパーソナライゼーションパックついてるんで、武器明細降臨カードがついてるんで、武器明細あのレティクルもだったかな、ちょっと忘れたんだけど、だとヘルストームパーソナライゼーションパックっていうのもついてるんで、この武器明細降臨カードレティクルすべてアニメーションになってるんでね、レティ武器明細と降臨カードがアニメーションっていうのは今までのシリーズであったんだけど、あのレティクルがもうアニメーションになってるのは今作の IW が初なんでね、イエベメイオン台で、それに加えてあのアマゾン特典としてまずあの PC 用 COD IW の壁紙にで、ブルースホーク、ブルーレッドホークパーソナライゼーションパックが付いてくるんで、これもあのヘルストームパーソナリゼーションパック同様、武器明細コーリングカードレティクルがアニメーションになってるやつなんでね、今回ちょっと100対あ今回100対74で勝つことができました。結構早い試合展開でね、ファイナルキルはこのプレイさんです、イコライザーでね、ナイスなファイナルキルですね。成績の方はあのロビーの方から紹介していくんでね、トップ3に入りました、3位にねやりました。でこれさっき話したショットガン、これなんだけどね、ラック9、今回のボルク同様武器レベルが上がらなかったんでね、このショットガン使ったんだけど、プレイ実況は撮ってないんだけどね、今回の成績はね15キル12です、比率 1.25、 アシスト4、スコア2095という成績になりました。成績良くないんだけどね、でもプラス3で、今回の使ったのはねボル渡辺真由でボルクに、サイトはリフレックス、レイサルはクラスターグレネード、パークはデクスタリティ、ゴーストハードラインコールドブラッドハードワイヤーで、スコアストリーク構成は UAV、スカラブ、スコーチャー、コンバットリグはファントムで、ペイロードはバリスタ EM3 に、トレイトは目標マークというカスタムでやってきました。ちょっとあの、オープニングちょっとストライカーになってましたね。今回あの、ターミナルのチームデスマッチプレイしたんだけど、このボルクね、アサルトライフルの見ての通り一番最後にアンロックされる武器なんだけど、あの、使ったんだけどまだ、あの、武器レベルが上がらなかったんでね、これちょっとバグで、ね、上がってないでしょ、レベル1のまんまでしょこれ。何回かそのこのプレイ実況を撮る前にも使ったんだけど全然上がらなかったんでね、この同様ボルク同様、今回のボルク同様、このショットガンのラック9もね同じく武器レベル使っても武器レベル上がらないっていうバグが発生したんでね、これちょっとボ製品版の方でこのボルクとさっきのあのショットガンのポンプアクション式のショットガンのラック9もね、あのプレイ実況動画バンバン上げていくんでね、よろしくお願いいたします。かっこいいねこれね、フォルムね、ちょっと一時停止。はい、今回はねボルク&ファントムでねターミナルのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。